はい、ということでね、今日は緊急特別企画になります。なんとね、ZOZO タウンの前澤友作さん、 ZOZO タウンの社長、元社長前澤さんが、前澤友作とプライベートジェットで行く2泊3日沖縄グルメツアーっていうのを、これヤフオクに出展したんですね。でその締め切りがあと30分後、今日の9時35分締め切りで、まあ何としても行きたいなという話になりまして、ちょっと今日ね、ここでヤフオクで入札していきたいと思います。もうやっぱり経営者だから、前澤さんってね、もう経営者の鏡、もうやることがすごい面白くて、もう自分の信念を貫くみたいなところがすごい好きで、前澤さんと2泊3日一緒にここに沖縄行けるってことは、もうすごい価値のあることだなと思ってね、なんとしてでもこの権利をね、手に入れたいと思って、今日はお寿司屋さんでご飯を食べながら入札の方頑張っていきたいと思います。で、今の状況なんだけど、入札、これヤフオクでって何日だったの？多分3日ぐらいだよね。開始が19日なんで、3月19日、ちょうど3日か。そうっす、3月19日にヤフオクに出展されて、今ね、残り30分で現在の入札価格が1400万円まで上がっちゃいました。やばいねこれね。まあ、当初1000万ぐらいまで追っかけようと思ってたんだけど、まあ、こんな上がるとはちょっと思ってなくて、まあ、気がついたらちょっと1100万までいっちゃったから、でももうちょっと頑張ってみようかなと思います。まずね、このヤフオクに出てるやつが、前澤友作とプライベートジェットで行く2泊3日沖縄ツアーなんだけど、前澤さんのプライベートジェットに乗れるで、このスケジュール、予定がね、2020年3月20日成田空港を出発して、2日目は終日重行動みたいな。で、3月22日の日曜日の10時に首里城周辺を観光して、ランチを食べて那覇空港を午後出発するっていうスケジュールで、このね、また前澤さんやっぱ粋だな、やることがって思うのが、この落札金額は全額燃えちゃった首里城の復興に寄付するんだってね。粋だよ、やることがかっこいいね、男らしいね。ということで今日は地元の この人、編集の人なんだけど、こっちに中学校からの同級生の山田くんにも来てもらってます。あともう一人来るんだけどね。前澤さんとさ、2泊3日沖縄に行けるってさ、すごいじゃん。やっぱりこういうのって俺思うんだけど、そのじゃあこれが例えば今1400万円でしょ、これ1500万円で前澤さんと一緒に沖縄に行く権利をさ、獲得したとして、でなんかほとんどの人は多分この1500万円超無駄遣いじゃんって思う人もいると思うんだけど、1500万円払って1500万円ただ使って帰ってくるから無駄なわけであって、要はさ、1500万円使っても次そのことをきっかけに3000万円お金を稼ぎ出すビジネスプランを考えてくるとか、だって前澤さんってさ、自分一台で会社を起こして上場企業まで持ってった人だから、その人のさ、そういう人のノウハウとかって普通聞けないじゃん。ただ2泊3日一緒にさ、飛行機の中だったり食事一緒にすることによって、その人の思考だったりとか、どういうアイディアがあって、どういう考え方で、どういうことに今まで苦労してきたのかっていうのを聞けるわけだからさ、でそれをヒントに自分のビジネスに生かして仕事をしてた時に、多分ね、1500万以上の価値は全然あると思う。うん、ちょっと一回入札しようよ、一回入れよう一件。はい、さあ早速ね、入札しようと思います。これ14万2000円みたいな感覚で入札しようとしてるけど、金額1500万だからね、慎重にお願いしますよ。行きましょう、ガイドラインに同意して入札する。ん、
自動入札であなたの入札価格を上回る。何自動入札って。やっぱ自動入札でさ、結構な金額やってんだろ、誰かが設定して。え、これが入ったらこうなっちゃうみたいな。そうそうそう、だからこの金額までは行くみたいなさ。了解です。どうやるんですか。やってんのよ。だからもうバクンって開けてやれこいつ。昔から いくらで、うん、いくらでやるんですか。1500万でいい。1000万円入札します。1000万円。これ1500万ですか。そう、OK。 変なやつが自動入札やってる。1億5000万じゃないですよね。1億5000万。あ、OK。 5000万やったらダメ、やばいよ。いきますよ、いきますよ。うん、できた。入札入札しました。1500万。さあ1500万。初のページどう。1500万なってる。もう近く、違うやつがでも入札してる。え、最高入札者ですなってるけど、あ、なってるわ。出ないね。あ、これか。1520万9000。これあれだよね。俺っすね。今ね、なんと俺たち最高入札者だよ。え、でもおかしくないですか。1452万9000ですよ。1500万入札したはずなのに1500、うん、1000、どういうことなの。わかんないっす。どういう意味、全然意味がわかんないんですけど。でもあなたが現在の最高額入札者ですって書いてあるんですよね。そう、そこ写してよ。はい、現在俺が最高入札者になりました。で、この間ちょっとリラックスしてご飯食べたいと思います。いただきます。すげえよ、やってること、うん、マジですげえよ。なんかお金持ちになった気分。いや、ヤブロクで1500万ってあれマジやべえことやってっか。なんでこれ1500万やってるね。1400いくらとかやってないね。そうなんだよ、なってんかね。さっき、なんでだろう、入札履歴でしょ。うん、これじゃん。あ、でも、これが、この人が1052万8000やってるね。なんかしなきゃ前これか。あ、でもさっきの値段だ。多分それが自動入札のやつでしょ。なんか思うんだけど、なんかさ、今の時代なんか老後2000万必要だとか、結構年金がもらえないんじゃないかとか結構言われてるじゃないですか。でね、だからなんか一生懸命みんな将来のこと考えて貯金しようとか、まあ少し賢い人はなんか投資だったりとか株だったりとかそういうのに投資してると思うんだけど、俺はね、やっぱり正しい投資は物より経験だと思うんだよね。これ結構みんな言ってんだけど、今の時代ね、なんか物に投資する時代じゃなくて経験に投資した方がいいんじゃないかな。これ来ましたよ、メール。メール来ました。はい、これメールが来ました。落札金額一括で銀行振込すると対応可能でしょうか。前澤さんから。はい、前澤さんから、ゾゾゾの前澤さんからメールが来ました。メール読みたいと思います。ご入札いただきありがとうございます。どなたが落札していただけるのか楽しみに思っています。この度根岸様に連絡を差し上げたのは、根岸様が1000万以上の高額な入札をされているので確認のため連絡いたしました。ヤフオクでは様々な落札金額の支払い方法はありますが、落札金額1000万以上となると現金での振り込みでしか対応ができなくなっているそうです。はい、でね、今僕の友達のもう一人、はい、山田くんの相方根岸くん、僕と同じ名字です、も合流しました。ということで、はい、入札残り時間何分。6分35秒。残り6分35秒。ちょっとすげえ緊張してた。全国で真ん中今これ、これです、これ、はい、今さっきメールが来たの、最高入札者ですって。はい、なんとね、残り時間が2分22秒になりました。おお、やばっ。どうする、落ちるぞ。落としたらマジすごいよね。すごい。あと2分。でも俺はこれ、なんだろう、
際さ、うん、このヤフオクっていうかオークション始めたじゃないですか。はいはい。どういうタイミングでどういうふうに入れるんですか。そうなんだよ。これオークションってどういうの？普通なの？なんかギリギリやるの？なんかどうにすんの？わかんないのやってるって1400円入れちゃうっていう。また来るじゃん。これさ、絶対またさ、さっきさ、なんか自動入札みたいなやつがいたんや。それのやり方さえわからないからね。自動入札。そう。あ、まあ上限。そう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 。それを超えるまで入札しがありますみたいな感じです。うん、だからここまで自動入札になってんだね、だから。結構この人。1500名入れたら1500名になったりっていうのはどういう意味なんですか？でそれでだからさっきみたいに誰かが入れたら、自動入札これ以上できません、入札できませんで、今俺が一番になってるんでしょ。多分そういうことで、これ1700万にしよう。何ですか100万にしとく、とりあえず1600。うん、いやーやばいね、緊張する。もう1分でしょ。見て、うん、1、10、100、1000、まあ、1億6000万だよ。ごめん、1億6000万入札しようとしてるよ、この人。17秒だけど。17秒残り14秒。はい、これ、いいよ、行って。はい、行って、入札して、ガイドラインに従って、入札、はい。再入札。上回ってるって、OK、今現在最高額。もうちょっと上げとく？怖くね？延長した。すでに終了しましたから。うん？延長あるんですか？すでに終了してますから。すでに終了してますね、出てるけど。このオプションは。え、なるほど。オプション終了。オプション終了。え、ということは？どうなってる？え、落札しました。うわあ！マジで？本当に？ほら。うわあ、すげえ！ですか。どれ？これ誰なんですか？なんだその人？いや、わかんないです、誰？でもこれは取引屋に連絡するのか。ここに書いてるんですよ。でも書いてるよ、だってほら。おめでとうございます、あなたが落札しました。出品者から取引に必要な情報が提示されます。あなたから取引を開始しましょう。え？どういうこと？ちょっと待って。おめでとう。ちょっと待って、まだ動揺してるんだけど。これ本当ですか？わかんないよ、よく。え、じゃあ5分なんかなるとかみたいになってもらってきて、ちょ、もう一回ちょっと見てみるよ。だっておめでとうございますって来てんだよ。でこれいくらあげたんだっけ。200万あげたんだよね。1600じゃないですか。200万あげたんじゃなかったっけ。1600です。でもなんか違う人が1600万1000円になってるじゃん。それがわかんないよ。だからこれでもおめでとうございます、あなたが進ましたってことですけど、いきなり、うん、ちょっとねやばい。でも出てんだよね、落札おめでとうございます。はい、ここで特上が3人前来ました。お金ない、もうなくなっちゃうから波が良かったいや、これさ本当？え、どうなん俺わかんないんだよ、だってオークションやったことないから。いや、震えた。震えたよね。俺心臓バクバクしてるもん。震えてたでしょ。マジ震えてんだよ、手が。震えたよ。ほら、手が震えてんの。本当にできた。全然わかんない。本当にできたのかわかんないけど、でも入札おめでとうございます。あなたは落札者ですって出てたけど。そうなるとさ、そうなるとだよ。今日のさ、今昼頃まで言ってたさ、うん、前田さんと会うことはもう夢物語だったわけじゃん。うん、それ現実になるってことだよ。そうそう。今日ね、実はうち会社幹部会議だったんだよ。で。幹部会議の来月の日程が結構送られてくるんだけど、来月の幹部会議は3月20日ですって決まってたんだって。でそれうちの社員から言われて、俺言ったんだよ。いや3月20日俺ダメだわって、前澤さんと沖縄だからって言ったの。それうんうんみたいになって、会社が。それでね、そしたらうちのこの鈴木さんが、いやまだ決まってないでしょって言うの。だから俺言ったの、その時、人生なんて決めたもん勝ちだからね、先に決めちゃえばいいんだよって、どうなることを、どうこうなるってことを決めとけばいいんだよって。だから今ここで俺が3月20日予定入れちゃったらさ、ダメでしょって言ったの。もう今本当俺食欲ないもん。これもしさ、前澤さんと沖縄行けるってなったらヤバくね。
すごいけどさ気持ち悪くなってくるんだよ。いや俺も俺今なんか現実に覚えてきたと思って思ったら結構気持ち悪いよ今。なんでできるか前だったから悪いけど、どうなるのか。そうそう、なんかすげえ猛者みたいなのがいて、まず2000万とかまで行くんだろうなみたいな。実際できるの前だったでしょ。実際できると思わなかったのもまあ 70% ぐらいある。初めてだからね、オークション自体が。そう、これ、リュウキさ、オークションでさ、今、この画面さ、見てよ。落札おめでとうございますって言ってます。これは、俺が落札したってことない？おめでとうございますって言ってるから、なんじゃない？だって、落札、やったことあるんでしょ、ヤフオク。あるある。あ、もう、だって、取引ナビが出てるから。うん。1600万1000円。おぉすごっ。大丈夫、お金ある。え、1600万1000円ってだって俺たち1000円なんてやってなくない？やってないけど、なんか泳がない、その辺が1000円になっちゃうんかね。マジで分からん、ね、やばー。あ、そっか、さっき1400万1000円でやってたのか。いや、分からん、1600万で入れたけどね、よく分かんない。おい、落札した。本当マジやばいんだけど。うん、落札おめでとうございます、出品者とお取引お願いしますって言ってるもん。マジマジマジやばいよ。いやもう今ねちょっとね、ご飯頼んだの松本で、もうマジ気持ち悪くて食えない、食欲なくなってる。マジやばい。これノグロ、ノグロがノグロ、ノグロはこれかまさない。これ取ってた、取った、後で見せる。ノグロまた連絡します。だよね、ちょっと待って、ねえねえ、そう、さっきの、うん、落札おめでとうございますの画面、あれか、うん、マジかよ、やべえよ。ほら、はい、前澤友作さんとプライベートジェットで行く200メカ沖縄グルメツアー落札しちゃいました。まさかの。まあでもね、こういうのは俺思うんだけどさ、お金があるないじゃなくて、このこれのためにどうにお金を作るかってこと考えられるじゃん。やっぱキャパシティを超えた時にまた人間って器って大きくなっていくから、まあね、一生懸命仕事します、頑張ります。もう今大変心がいっぱいで、もうとても疲れちゃってるんで、ここからはお友達との食事を楽しみたいと思います。バイバイ。